次はネリ、カシメロどっちかってね、うん、事実だからね、うん、もう近々決まるんじゃないかなと思うけど、なんかあのニックさんのバンテージ、井上尚弥戦で使ったやつ、まあ、使い終わった後見たんだけど、シワの一つもなかったっつって、あ、切った後もう、もうそうそうそう、うまいってこと？え、うん、えげつないぐらいうまいんだろうなって、それで俺のマイドパンチをビーって切ったら全部落ちれた、どういうこと？いいってこと？ダメってことでしょ？いや、ダメとか痛めるか痛めるか痛めないか、はいはいはい、まあ、全く痛めない、痛めなくなったっつってたで、まあ、谷口さんすごい、同じバンテージ一回もないから毎回進化してる、谷口さんと一緒やん、毎回違うから、下手すりゃ右と左で違うもんね右と左だったら俺も違う、全然違うだって決まったものがないもん、俺ここはこう決まってるものがない、その時の温度か、確かに、いや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 、いいように言ってないでしょ、絶対気分でしょ、気分腰の状態、いやいや、絶対見てない、覚えてないんだやっぱり箱が勝ってくれたのが一安心だよね、怪我なくね、うん、まあ、それが大事だったじゃん、今回、いや、なんかさ、すげえ体だるだるだったじゃんね、だるわ、相手は、うん、だから、うわ、なんかそういう系の外人呼んだのかなってさ、なったんだけどさ、そうじゃないんだけどね、いや、でもさ、最初の赤尾さんのさ、速いジャブにさ、右合わせた、右合わせた、やっぱキャリアだろうね、うん、実際、世界挑戦経験もあるし、40戦ぐらい多分やってて、KO 負けが1回しかないっていうことで、まあ、そういうのをマッチメーカーの人から聞いてたから、やっぱ試合が決まったよって言った時に、赤尾がやっぱピリッとくる相手じゃないといけないじゃん。うん、まあそれで、あ、ちょうどまあピリッとくるキャリアの選手だなと思って、蓋開けてみたらね。ただから、まあ、あの試合に関しては、その技術的には向こうあるよ。うん、あるよ、その最初の一発でも分かるし、うん、ただやっぱりスピードパワーっていうもうフィジカル面が違いすぎたよね、まあでもああいうことできんだね、そう、初っ端合わせるとかさ、やっぱファーストコンタクトって大事だよ、はあ、だからよく言うのがファーストコンタクトが大事だし1ラウンドが大事、うん、だから1ラウンドをダラダラとやっちゃダメなんだよ、でもよく分かったね、初っ端のジャブに右合わせてきたって、おーおーおーおおと思った、あ、そう、多分いかんせんスピードなさすぎてない消さないといけないのか、そうです、風景入れます、やってる、あ、でもあのカメラ越しだとちょっと明るくて分かんない、見えないですか、うん、カメラ越しだとね、同じ位置全部隠さなきゃいけないんだっけ、いや、分からん、隠しちゃったらいいんじゃない、うん、まあまあ、なんか中途半端だもんね、その隠し方も言ったら、違う、面倒くさがって、うん、あれが荒くて、え、隠さ、あれが切れたって、塗料は、塗料が切れたって、それ何で隠してるの、スプレー、それ何のスプレー、それは行くで、映画開ける、一応なんか、隠す用の、肌につける用のやつなんだ、タトゥー隠す用の、入り口ね、この東京に来てさ、うん、ずっと試合してたじゃん、で、もう明らかに B サイド的な呼ばれ方をして、うんうん、名前のある選手にどん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 勝っていくっていうさ、うん、なんか地方のヤバいやつみたいな、いや、だから俺もそういう目で見てたしね、その時からね、うん、ああ大したもんがいるなと思ってたからね、実際、しかもあの当時なんて20歳とか21歳とか、そう、若かったよね、うん、今20歳であんなね、キャリアあるやつなんていないでしょ、まあ、確かに確かに、ただまあ試合もう俺は途中で、まあ赤本の準備もあるから、まあ、準備っていうか、控室に戻るから途中までしか見てなかったけど、正直何をやってたのかなと、練習含めてね、うん、そのこの試合で何をするんだっていうテーマみたいなものっていうのがさ、まあ、各選手やっぱ、まあ、それはトレーナーがそうさせるっていうところあるんだけど、やっぱこの試合に対して
テーマ。でもそれが見える選手ってめっちゃいい試合しない？だから負けても見えればいいの、うん、なんて言うんだろう、伝わるっていうか、うん、それお客さんにも伝わるかもしれないよね。マジ体やべえな、かける。だいぶ戻りました。おいいね。ボクサーの体じゃねえもん。いや、これボクサーの体じゃねえんだよ。今からプロボクシングでデビューしようとしてる新人を捕まえて、ボクサーの体じゃない。ボクサーの体でしょ。いや、M1、MMA とかそっちじゃない？あとは、じゃあデビュー戦のマシュもかける。大したもんだよ。たった、まあ、何秒で KO、30秒ぐらいだったのかな。いや、でもまあ、転換、ほぼ転換と込みだからね。そう、だからそういう意味では、最初の15秒ぐらいで決着したと思うんだけど、うん、まあ、その中で、そのたったその中で相手の追いかけ方とか、うん、本当に練習でやってること出たなと思った。後で振り返ってね。でもかけるが会長が試合前にミットもらってもらった時に、あれですげえ褒めるんで、うん、安心しました、ね、自信を持ってリングに上がれたみたいなことです。ああ、そう、うん、基本的に俺は褒めるからね。普通にこのデビュー戦、これぐらいだったらデビュー戦に上げていいなっていうレベル、うん、まあ、デビュー例えば4回戦で2戦3戦してる選手とやっても、まあ、これぐらいだったら全然出せるなっていうのをなんとなく分かるからさ、うん、まあ、4回戦のデビュー戦としてリングに上がるやつにしてはやっぱちょっと抜けてるとは最初から思ってたけどさ。ただデビュー戦は何をしでかすか分かんない危うさあるじゃん、彼、うん、ね、ああもらっちゃいましたって言ってもらえそうな感じあるじゃん。なんだろう、天然さ。そう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 、だからどうなるもんかなと思ったけど、まあでももうあれだよ、試合終わってその2日後から練習して、もう次の試合10月22だから。時期的には来年年内です。あ、年内の話。私も海外です。海外。いや、全部日本も含めて、日本本当にまだ場所決定してないんで。うん、次はネリー、カシメルどっちかってね。うん、まあその記者の人にさ。うん、ネリカシメロか、あと誰がいいかなっつってさ、俺が、うん、で3人目誰か考え、ちょ誰がいいですかねって言ってさ、うん、記者に嘘かけないみたいなこと言われて、いや俺2択って嫌だったの、うん、しかも次戦ネリかカシメロかってめちゃ極端じゃん、だからさ、でねえ、決まらない可能性だってあるわけじゃん、あんまりそういう見出しになるようなことを別に言いたいわけじゃないからさ。てかまあ情報統制しようとしてたけど統制できてなかったってことよ。できてなかったっていうのも、ただ赤穂は何も言ってないんだよ、うん、なんでかって俺は赤穂に言ってないから、うん、次大きい試合が今話をしてるからっていうのは言った、うん、で赤穂も計量の終わった後のそのなんていうのインタビューの時に、次大きい試合があるから気引き締めてやるみたいなこと言ったと思うんだけど、その大きい試合イコール記者たちの人にとってネリカシメロだったんで、まあ前にちょっとそういう空気出しだからね。だから AZI の YouTube ででしょ、うん、だから多分そういうことなんだと思う。だから赤穂がさ、あんまり喋りすぎないように見張りのつもりで行ったんだよ、あの場に、うん、そしたら俺が喋りすぎたわけじゃん、うん、で今思ってみればさ、赤穂が喋りすぎないようにって言ってたんだけど、俺赤穂に言ってないから赤穂はあんまり知らないんだよね。まあこの試合に向けてやね、実は一番動いてる人がいて、伊藤正幸ですよ。はい、まあ、彼は引退したけどさ、まあ、今後、まあ、ボクシングに関わりたいっていう気持ちはすごい強いと思ってて、だからまあ彼と本当にアコの試合だからダブドン戦が決まったんだけどね、彼と話をして、彼が、まあ、ゴールデンボーイのデラホヤだよね、彼が日本のそういう立ち位置にさなってくれればいいなと思うけどね。だから本当なんかジム出してるね、やっぱ世界チャンピオンの方々はジム出されてる、うん、でもなんかこういうプロモーターとかマネージャーとかそういう
業務的なのをさこうやってる人っていないもんね。いない、いない、ね、世界チャンピオンとかですね。そうだね。だからまあ彼はある意味アメリカで実際戦ったし、うん、そういう世界を実際見てきてやっぱり華やかじゃん、うん、国内のボクシングって華やかさ1ミリもないじゃん、うん、だから多分プロモーターに引退した選手がプロモーターに憧れるとか、うん、それこそジムのオーナー業に憧れるってないと思うんだよ。やっぱりでもそうじゃない？実際さ自分が選手やっててさジムの会長見てさ覇気なかったらさ俺もジムの会長になると思わない人なんだよ。ああなりたいってなる。そうだからやっぱりその海外でやっぱりいろんなもう引退した選手でも輝いてる人たちっているじゃない、うん、だからそういうのを見て俺もこうなるっていうのはあると思うけどね。だからやっぱそれはアメリカ行ってるからこそ思えるんじゃないかな。これは大きな発表になると思うよ。まあその前にねうちの千葉会クリアル形態にね挑戦する、まあ、そういう大事な試合があるからさ、まあ一つ一つだけど。メンバーシップやってます。僕らが実際行ってる海外遠征の裏側であったりですね、まあ表で出したらちょっと誰も見ないだろうなっていうようなマニアックな話とかも上げてってますんで、ぜひチェックしてみてください。